山木先生、お疲れ様です。お疲れ様です。目指せ部長、就職活動、これから会社を選ぶあなたに戦略を構築する前の業界研究ということですけど、今日は IT メディア業界の KDDI ですよね。そうですね、日本の三大キャリア、最後ですね、 KDDI、まあ、au ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。通信の中の、まあね、日本の第3位 KDDI ですよね。まあ、昔第二電電なんて言ったりしてましたけど、はい、ということで、今回もね、早速、企業理念からということで、KDDI グループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客様の期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。やっぱりコミュニケーションの会社だと。まあ、ブランドイメージとして、トゥモロー・トゥゲザーっていうのかなと思う。まあ、au はね、面白い方の未来へ。売上ですけども、21年が 5.3 兆円。前の年がね、5.2 兆円ということで、まあ、若干成長してると。まあ、コロナ禍でも成長しましたって感じになってます。うん、3位で5兆もあるのはやっぱりすごいですね、通信業界ってね。そうですね。営業収益ということで、2020年3月のところでこんな形で、まあ、意外に、ね、右肩上がりでずっと上ってきてますね。ただちょっと最近ね、収益的に少し上が見えてきたかなという感じで、まあ、これ通信による収入がね、結構実は減ってるんですよね。まあ、そこをやっぱり、利益の根本だと思うんで、今ちょっとやっぱり内容が少し変化してたのかなと。でも営業利益で1兆円はあるんですね。あるんですよ。だからここちょっとソフトバンクより先行してますよね。売上高で、まあ、これは2020年3月のからまあ1年、まあ、これ本当に直近の21年3月期ここもね、少し成長してるって感じです。営業利益も若干増えてる。この内訳なんですけど、いわゆる通信関連をね、格安スマホとかね、出てきてますから、まあ、そういったところへのシフトとあって、やっぱりこの通信収入はもう今後もね、多分減り続けるんだろうと。ほとんど新規加入者見込めませんのでね、まあ、その代わりに、まあ、この成長領域と言われるところが、プラスになってですね、まあ、全体としてプラスと、まあ、そんな感じになってます。でこれ株価を見てみますと、こんな感じですね。過去10年、まあ1000円ぐらいだったのが3500円になってる。素晴らしいですね。はい、こんな感じですけど、まあ、ここ5年間ぐらいはほぼフラット。やっぱり営業利益ではね、1兆出てるっていうのはね、すごいですよね。株価そうですね。はい、はい、まあ、だから非常に、まあ、安定してるって感じで、まあ、やっぱ今後のね、まあ、これ見ると成長の鍵っていうのは、まあ、この、新領域、成長領域と彼らが歌ってる、ここでやっぱどのぐらいいけるのか。でそこで、まあ、トレンドを少し見ていきますと、まあ、なんといってもやっぱりね、キャリアなんで 5G と。これはもうね、5G やんないと、他2社全てやってますけどね、遅れる一方なんで、これをやらないっていうわけにはいかないということで、まあ 5G なんですけど、2020年3月には5万局、700MHz 帯による人口カバー率 90% の 5G ネットワークを整備していく予定です。こういうふうに書いてあるんですよ。周波数ってね、こう、携帯電話実は、いろいろ昔からこれ話題になってるんですよね。まあ 4G の時も 800MHz 帯と 1.5MHz みたいなところで、こう、まあ、ドコモさんに800メモが行っちゃって、他のところは 1.5 ということで、まあ、ね、これ、つながりやすさとかにも結構、関連するんですけど、まあ、既存ね、ここにいろいろ書いてありますけど、いわゆるこの一般的な一般論として、周波数が上がってくるとね、いいことは高速通信ができるという感じでね。ところが悪いのはね、まあ、減衰が早かったりとか、遠くまで飛ばない。まあ、そういうことがあるので、やっぱこの、ね、周波数を上げるとね、基地局をいっぱいやらないとカバー率が上がらないと。このね、700MHz による人口カバー率 90% って、これ、周波数も低いしね、一見良さそうでしょ、これ。良さそうなんだけど、実はね、これちょっと注意しなきゃいけないのは、700メガで、今までってあんまり変わんないです、これね。通信速度は LTE とか 4G と変わんないんですよ、これ。実は。携帯の表示に 5G って出るんだけど、スピードはこれまでと同じみたいな。そんな感じなんですよ。で、ちゃんとね、注意書きにもそう書いてあります。700メガの場合は速度はそんな上がんないよって。技術的なことなんでね。これはまあしょうがないんです。だからその携帯で、5G で繋がったっていうのって、ほら 4G とか LTE とか、
5G とか今出るんだけど、やっぱその 5G ってつながったって言うと、あ、5G だって嬉しいななんですけど、実際あそこの表示が 5G になるのが嬉しいんじゃなくて、本当はスピードが速くなることが嬉しいんですよね。スピードですよね。ね、映画をちゃんとダウンロードできるかっていうところですよね。その映画が3分なのか2秒なのかってやっぱりその違いとしてはいいんだけど、普通にストリーミングで見れてりゃいいんだよね。途中でいいシーンでさ、なんかダウンロードが遅くて止まっちゃったって、これでもう大問題だけど、必要以上に早くダウンロードしてもこれしょうがないじゃない。だから、まあ、あれはその映画をね、例えばその映画1本を今まで3分なのか2秒になりましたって言ったら王なんだけど、だんだんダウンロードすればいいんで、あんまりね、重要なのは、やっぱりその例えばそのバーチャルリアリティの世界の中で、本当にリアルタイムにバーチャルの世界で現実を体験するような、そういった本当にデータ量が多いことがすごく重要なやっぱりアプリケーションとかいうのが今後期待されている。バーチャルのリモートに移るとかで、もうとにかくそこに目の前にその患者さんがいるような詳細な環境の下で、外から例えば手術ができるとかね。5G ならではのさまざまなアプリケーションとか使い方っていうのが広がるっていうのがやっぱり 5G の世界じゃないですか。映画が短くなるのも素晴らしいし、早くなるのはどんどんいいことだと思うし、一瞬にしてバックアップができるっていうのもどんどんいいことなんで、もちろんそういうのもあるんですけど、分けてちゃんと考えなきゃいけない。 5G になりましたっていうだけじゃなく、 5G で何をやるんだっていう話ということをやっぱりこう分けて考えなきゃいけない。まずはつながんなきゃしょうがないんで、ね、つなげるという意味での、この700メガヘルツ帯っていうもののを、ちゃんと 5G の携帯電話できちんとつながりますというのは、まあ、悪くはないと思うんだけど、本当にこれ今後 5G で、5G の世界っていうことで、このいろんな世の中のいろんな利便性が一段上がりますと言っている、その意味はスピードも速くなった向こうの世代のインフラの中で、これまで考えられないようなことがどんどん実現されていくっていう、そこですよね。と私は思うんですよね。だから本当の、なんていうかね、意味っていうのをよく理解しながら、各社もこういった、まあ見ていく必要があるのかなという感じがしますよね。これことなんですけど、これソフトバンクで似たような話ですね。と、前戻って、ドコモを見てみるんですよね。NTT。そうするとドコモはね、これやっぱ真面目なんですよね。地域局が1万局を突破しましたというわけなんだけど、ドコモは3つの高帯な 5G 専用の周波数帯、3.7 ギガ、4.5 ギガ、28ギガを用いることで、高速大容量通信をご提供できる、瞬速 5GTM のエリア展開を積極に進めています。ドコモは800メガで、なんちゃって 5G はやりませんって言うんですよね。そういう超高速なエリアで2022年3月に5万局で人口カバー率 55%。 NTT は真面目、ずっと 5G で速い素晴らしいインフラを日本全国に広めようとしていて、まあ言っちゃえば、まあ、なんちゃって 5G でも人口率 90% 目指しますっていうのとはちょっと違うんですよね。ちゃんと評価してあげる必要があるかなと私は思います。一般のさ人たちは 5G、 5G で繋がったよって言った時にこんなこと考えちゃいないでしょ。そんな分かんないのいいことに、まあ、こういう話をして本当にちっちゃく、実は 5G って表示されてますけどスピードは今まで借りませんみたいなのをちょっと注意書きに書いてあるんですね。まあ、こういうこのみんな 5G は知ってるからね。なんか 5G のスマホを取り急ぎ使えるような状態にしますよみたいにしか見えないですけどね、これね。でなんかやっぱりさ、新しいスマホ買った、5G つながったってなんか嬉しいじゃないですか。嬉しいですけど、ちょっと内容がね、あれ変わったくないみたいな。だから、まあ本当はね、5G のスマホになって、その速くなったスマホで何をやりたいのと、今までと同じような、ね、LINE とかさ、あのメール通信ぐらいだけやってるんだったら、もう何も別に 4G で全然問題ないからって話なんですよ、これね。そういう環境の中で、まあ、いろんなことがね、バックグラウンド行われてるから、もちろんね、いろんなこうメリットは知らないうちに受けてくるようになるとは思うんです。知らないで、ね、恩恵を受けるようになるっていうのももちろんあるんですけどね。それぞれ会社の、まあ、戦略とか、まあ、技術をどういうふうに理解して、どう広めようとしてるのかっていうのは、ちょっとやっぱり、まあ、気にしといた方が、いろんなものを見る上で、まあ、楽しいのかなと。まあ、そんな気がしますね。5G は。で、まあ、通信収入の、まあ、減少っていうのは、まあ、今後も続いてきますけど。